はい、どうもひろきです。今回紹介するのは最近買ったもので一番良、かったなと思っているものです。それがこちらでございます。じゃじゃん、これね、革靴なんだけど、これがね、すっごい履きやすくて、しかもめっちゃおしゃれでしょ。で、気に入ってます。まあ、価格帯はね、3、4万ぐらいの価格帯の、靴のブランドになります。はい、この靴なんですけども、手持ちの革靴がもうだいぶね、廃れてきてしまったので、いろいろね、お店を回って探してたんですけども、ストゥディオスで扱ってました。他にもね、いろんなセレクトショップでこのメーカーさんの靴を扱ってるらしいんですけども、そこの中でも黒のね、すごいスタンダード、そこがね、ちょっと薄めでスタイリッシュなものを選んでみました。普段 26.5 とかそのぐらいのサイズの靴を履いている僕が選んだのは41っていうサイズです。先日もですね、この靴を履いたファッション動画を出していますので、ね、もしよろしかったら、ね、そちらの方もチェックしてみてください。センターまでとんがりすぎず、丸くなさすぎず、これがね、すっごいちょうどいい、履きやすい、合わせやすい、いい靴でございます。ZOZO タイムとかでね、すごい僕このメーカーの靴見たんですけども、すこぶるね、僕にとってはですよ、デザインがいいものだらけで、ダークブラウンの革靴とかもすごい色味が良かったり、形がね、すごい可愛らしくて、そっちもね、買いたいなって思っています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。お店に行ってね、他の靴を履いてて、その隣にたまたまね、この靴が置いてあって、試着したらもう一撃で、あ、買おうっていう風に決めちゃったものです。もう今月買った中で、一番です。ベストな、買い物でした。値段ね、革靴ってこうピンキリで、高いものに行ったらキリがないんですけども、今まで履いてきた中では一番ね、コストパフォーマンスに優れてるんじゃないかなって思ういい靴でした。皆さんもぜひチェックしてみてください。というわけで、ひろきでした。じゃあ。